日本共産党、自衛隊と米兵が市民に銃口を向けたデマで大炎上28日に青森県議会議員にられてしまわれている日本共産党の安藤晴美さんが自衛隊弘前駐屯地の市中パレードが行われ市民団体の皆さんと抗議のスタンディングを行いました今回自衛隊員の講師の前を驚くことに米兵が10人くらい行進まさしく 日米統合司令体制をアピールしているのかいずれにしても白昼堂々市民に重厚を向けてのパレードには怒りを感じますなどとのデマを流されてしまい批判が殺到し大炎上してしまっておりますまあ、こちら安藤さん昨年も同様のデマを流したとして批判が出ておりますが、まあ、安藤さんが撮影された写真を見ますと この自衛隊の車両に搭載されている砲や銃の向きはですね、ただ正面を向いているだけであり、市民に対して向けられたものではございません。まあ、この写真、まあ、ちょっとですね、逆光ではございますが、まあ、迫力のある良い写真だなと感じますけども、また自衛隊が投稿した写真を見ますと、まあ、多分ですね、まあ、昨年撮影されたものだと思われますが、まあ、銃口を向けている様子など、 一切確認できませんま。自衛隊やアメリカ軍を批判されるのは、ま、自由ではございますが、デマは誹謗中傷以外の何者でもございませんので、国民の皆様、有権者の皆様、選挙において、日本共産党には安藤晴美さんには絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になりますご清聴いただき ありがとうございました。